地震の被害を受けた宮崎空港にも帰省客が続々と到着し、家族との再会を喜ぶ姿が見られました。宮崎空港です。現在地震の影響で3階から2階へ向かう下りのエスカレーターが使用できなくなっています。エスカレーターの故障や給水管の破損による水漏れ、天井のパネルが剥がれるなどの被害が出た宮崎空港。今日発着の便に大きな乱れはなく、お盆休みをふるさとで過ごす家族連れでにぎわいました。最初はちょっとキャンセルしようかなと思ったんですけど、もうなかなか空いてなかったんで、思ったよりもでかかったみたいなんで心配だったんですけどね、まあ一応問題なかったみたいなんで良かったです。こちらの夫婦は今日から1週間宮崎に滞在する孫2人を待っていました。子供だけではるばる埼玉からやってくるということで心配そうな面持ちです。どれぐらいぶりですか？会うの。私は半年ぶりぐらいけど。私1年ぶりです。あれだな、嘘ね、あれだよ、マスク外してない。リュック持ってるほら、こっちこっちこっち来た。わーり、ありがとうございました。嬉しい。元気ですか？もうだいぶ大きくなって元気が良かったです。地震の影響で帰省のスケジュールを変更したという人もいます。4時に地震があって待たされて、閉鎖されていることが確認されて、キャンセル、その便からなりました。瞬足飛び出るぐらいびっくりして、この1週間はちょっと気が気じゃなかったんですけど、でなかなか飛行機が取れずに、2日後の今日の始発だけが地震に取れるということで、その時点ではで急いで抑えてもらって、